こんにちは、サドキンです。今回開封するのはこちら、新発売の妖怪グッズだにゃんスペシャルカラーバージョンです。全部で5種類。こちらをセブンイレブンで税込み270円で買ってきました。ちょっと高いですね。それでは早速開封していきましょう。1つ目、かぶらなければいいな。テレツテステテン、ほい、お、妖怪大辞典のキーホルダーかな。すごい濃い赤色。開けると、あ、ただの入れ物。おお、これで270円か。どうなんでしょう。スペシャルカラーバージョンということで、ちょっと豪華になってるんでしょうか。さあ、2個目。これで、なんか出てくんないかな。ウィスパーの、ウィスパーこい、ウィスパー。うっそーだ。うっそーだ。おい。おい、おい、おい、おい。かぶってるがな。270円高いよ。マジか。頼む。なんだっけ、この前ね、ほのぼので3かぶりしたんだよね。今回は3かぶり、勘弁してください。よし、ウィスパー来い。ウィスパー来い。ウィスパー、うっそうだ、マジかよ。マジかよ。ふざけるなよ。これ狙ってないですかね、マジで。やっぱね、取り方がまずかったのかな。ちょっと待ってよね。ダメよ、ダメダメ。マジか、3かぶりってどういうことだい。どういうことなんだい。さあ、最後にラインナップ。1番はジバニャンマルチポーチ、2番コマさんカードバンド、3番妖怪パッドリフレクター、4番ウィスパータッチペンマスコット、これ欲しかったな。そして今回出たのが妖怪大辞典小物ケース3個。やっちまった感満載ですな。ちなみに妖怪メダルが入るのか入れてみましょう。果たして入るのか。おお、超ギリギリ入る。2枚、3枚、4枚、4枚が入らない。3枚のみ入ります。おお、まさに本物の妖怪大事。以上、妖怪グッズだにゃん3かぶりの巻でした。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。僕はちなみにもう買いません。それでは皆さん、また会いましょう。ゲラゲラポ、さよなら。